では、収録も開始します。また5秒前からカウントしますね。サイレンが鳴ってるな。そうです。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。タカボーのキックオフ第7回目、本日も始めてまいります。前回までは、競技者のことについて触れていきました。審判員としても気にしていただきたいところがですね、競技者の出入りに関しては、試合中、プレーに集中して見がちですけれども、まあ、競技のフィールドを離れた競技者、が復帰するとき、もしくは交代要員が勝手に競技のフィールドに入ってくるとき、様々ありますので、一つ一つ整理をして、試合に臨んでいただきたいということでお願いいたします。また各チームも、まあ勝手にと言いましょうかですね、フィールドに入ってこないように、していただけたら幸いです。で、この番組ではですね、アプリのリスンラジオやマイチューナーラジオでもお聞きいただけます。あと YouTube でも配信されますので、当日はぜひ、映像も含めてご覧いただきたいと思います。で、またご質問、ご意見等ございましたらですね、FM ギノワンのメールアドレス、797@fmginowan.com までお願いをいたします。ということで、一応前回の振り返りとご案内をいたしました。ではですね、一度画面をお表示いたします。これでご覧になれますかね。前回の振り返りの後に、ようやくですね、第4条。競技者の用具に入っていきます。で、3番目雑談ですけども、ちょっと2番目のこの競技者の用具のところで若干混ぜて、お話しすることがあります。そして、次回の予定としては第5条の主審、まあ、本格的なと言いましょうかですね、入っていきます。では、今日はまず競技者の用具についてお話しいたします。まずですね、競技者は試合にとって、まあ、当然必要な存在です。ただし、一番最初の回でも触れましたように、競技の精神というのがあります。競技の精神というのは、競技者の安全を図ることですので、試合前に必ず、競技者の用具、これを確認しないといけません。で、競技者の用具って何が、必要なのか、何が身につけられてなければいけないのかについて、この第4条の方に規定があります。で、基本的な用具としては、袖のあるシャツ、そしてショーツ、まあ、パンツのことなんですけども、ショーツという、まあ、公式用語として、表現されているものがあります。まあ、大体一般的なパンツという言い方なのかもしれませんが、それとソックスですね。まあ、かつてはストッキングとも言ったりしましたけれども、現在はソックスという言い方になっている。それと、日本語訳のせいなのか、靴ですね。まあ、多分英語だとシューズになっているのかもしれないんですけれども、スパイクとかですね、トレーニングシューズという表記にはなっていません。靴という、すごいシンプルな表現になっています。で、これが、競技者に、にとって必要な、まあ、用具になります。で、これがですね、また最近いろいろなものが、まあ、出てきまして、非常に頭の痛い
用具もあります。で、これを審判員は試合前のメンバーチェックの時に合わせて、点検いたします。で、不備があれば、ベンチなど本部から、ベンチに戻されて、その用具の修正をしてもらって、まあ、試合に出場するという形になります。で、非常に細かい、まあ、取り決めがですね、規定にはあるんですけれども、そこはもう省きます。で、重要な点なんですけれども、チームの、まあ、上着ですね、シャツ。これは、袖のあるシャツと書かれてあるんですが、昔ですね、確かジャマイカの選手が、バスケットボール選手のような、なんでしょう、袖のないシャツで、確か試合をしていたことがあって、その影響というか、そのせいで、規定として袖のあるシャツが要求されるようになりました。なので、袖のないシャツは認められないですし、あと、試合中、暑いからといって、袖をまくし立ててしまう人が、いますけれども、それも、主審や副審は見かけたら、あと袖を下げるように伝えてください。ということで、で、このシャツなんですけれども、審判員の着用すべき色と区別できる色を着用していただきます。まあ、審判員は基本的には黒を着用しますので、その黒と区別できる色で、試合に臨ませていただきたいと。で、難しいのがですね、紺色、ダークグレーとかですね、そういうものが非常にわかりづらいと。で、私も試合をやっていて、まあ、前半終わってから、相手チームからですね、見づらいというふうに言われて、そのチームのビブスを着たりとかですね、違う色の、審判ウェアを着て、試合を、まあ、後半再開させたという時があります。非常に紺色といっても、まあ、薄いものから、まあ、若干、こう、黒系に近い色までありますので、あんまり、こう、選択肢としては望ましくない色ですので、メンバー表が来た時に、どの色を着用するかをちょっと、こう、神経質になってもいいので、確認をしていただきたいということでの。まあ、デイゲームならいいんですけども、ナイトゲームですと、本当にもう、審判員も相手チームと同じというか、その、グレーのチームと同じような存在に見えてしまうので、非常に危険ですし、文句が出てきますので、その辺だけは確認しておきましょう。で、お互いもですね、当然、区別できる色で臨ませてください。それでですね、たまにこう、グラスルーツと言いましょうか、都道府県というよりも市区町村レベルのリーグ戦とかでは、お互い電話でですね、今日はこの色にしよう、ああしようということで、まあ、事前に取り決めてる場合があります。そうすると、実際当日会場に持ってきたときに、え？っていうときがあります。本来ですと、メインとサブ、両方のユニフォームを持ってこないといけないんですけれども、まあ、取り決めてしまったがために、一着しか持ってこないと、一種類しか持ってこないという時があって、それが非常に似た系列の色になってしまうと、非常に見にくい、判定しづらいということがありますので、安易にその取り決めを、まあ、尊重することがないように、当日自分たちの目で、確認をして決めてください。そういう、非常に難しいというか、やりにくい場合がありましたので、お願いいたします。そしてですね、さっきちょっと冒頭でも触れました、非常にややこしいことなんですけれども、ソックスなんですが、一般的なソックスは、足首、つま先までこう、つながって、だいたいまあ膝あたりまで来る長いソックスを履いていますし、それがまあ、一般的な製品なんですけれども、最近はスパイクとの、なんて言うんでしょうね、ズレというか滑りをなくすために、自分なりのこう、履きやすい、くるぶしより下の、なんて言うんでしょう、短い靴下を履く方が増えています。
まあ、J リーグとかですね、まあ、海外の選手でも、まあ、よく、まあ、有名選手も履かれているものなんですが、そこで、その足首のくるぶしより上、膝下までの、いわゆる切られたソックス、凍ったソックスですね。今ちょっとまあ映像でご覧になっている方が見えると思うんですけれども、これを着用する方々が増えています。で、これが一般の都道府県リーグとか市町村リーグでも着用する方がいます。で、これに関しては、日本サッカー協会のこの競技規則に規定はありません。なので、まあ、市区町村レベルの、その、なんていうんでしょう、主催者側が、まあ、一応規定を設けて、こうしましょう、合わせましょうということで、やっております。なので、同色であれば、基本的には問題はないんですけれども、非常にこう、悩ましいと言いましょうかですね。テーピングをしなければいけないと、指定する、その協会もあれば、ノーマーク。まあ、全く、自由に、規定もしないし、制限もしないというところもありますので、非常にこう、ややこしいというのです。その、まあ、カーフソックスという言い方をしますけれども、ちょっとまあ、扱いが非常に難しい存在です。それと、あと、アンダーシャツなんですけれども、基本的には、ユニフォームのシャツと同色のものを着ていただきます。まあ、ノースリーブと言いましょうかですね。そういったタンクトップ的なものであれば、全くこう、外に出ることがないので、何色を着ても構いませんが、袖のあるアンダーシャツであれば、そのユニフォームのシャツと、まあ、同色ということになっています。で、最近では、迷彩柄のシャツも、ユニフォームも、日本代表とかでですね、使っておりましたようなものですけども、それも、アンダーシャツも、それに類似した迷彩色柄で統一することも可能です。なので、あんまりこう難しいデザインのユニフォームをチームで揃えると、後々ちょっと厄介になりますので、まあ、シンプルな色柄の方がいいのではないかと考えておりますので、その辺を参考にして各チームは揃えていただければということでお願いします。それと今度、ショーツ、まあ、パンツなんですけれども、間に、まあ、パンツ、まあ、下着のことなんですけども、スパッツを履くパターンが多いです。で、このスパッツというのは、こう、まあ、ももですね、ハムストリング付近も含めて覆って、動きをこう、まあ、軽快にするためのものなんですけれども、最近ですね、パンツ、外側の方ですね、ショーツ、こちらの方の、裾の部分で違う色を配色したものを着用しているチームが、まあ、J リーグでもありました。で、そういった場合は、スパッツの色なんですけれども、その裾の色と同色のものを着用することができます。で、9割部分の生地の色が例えば白で、その裾の部分が、緑だった場合は、緑色のスパッツを着用することになります。で、そういった場合は、チーム、全員がその色に統一しないといけませんので、その辺の確認もお願いいたします。そして、テーピングなんですけれども、まあ、ソックスの内側に、すね当てを入れます。すね当てもこう大事な基本的な用具でしたが、ちょっとさっき申し上げ損ねましたが、このすね当てはですね、危険なスライディングタックル、スパイクのですね、裏側が直接こう入った場合に、まあ、可及的にこう守っていくための、まあ、防護用具ですので、そちらをストッキング、ソックスのですね、中に入れていただくんですけれども、それを動かないように固定するために、まあ、テーピングをしたりですね、する場合があるんですけれども、このテーピングのテープに関しても、基本的にはソックスの色と同色が求められています。まあ、透明なテープであれば問題ないんですけれども、色が違ってはいけないということになっています。で、またまたちょっと悩ましいことがありまして、スパイクなんですけれども、今まではくるぶしより下の一般的な靴が、まあ、あったんですけれども、最近は、その、ブーツソックス、ブーツチューズですね。
足首のそのくるぶしより上あたりまでをこう覆うような靴が製造されました。それによって、ソックスとの、まあ、色の違いがですね、ちょっとまあ、わかりにくいというものがありまして、非常にこうややこしい製品が出てきましたので、個人的には、まあ、ちょっと、どうかなと思うんですが、まあ、要は靴が脱げないっていうのは多分メリットもあるのかと思うんですが、まあ人それぞれちょっとまあ、どういった理由で履いているのかわかりませんが、まあチェックの時に、サポーターですね、足首を保護するアンクルサポーターと間違えないように、まあ、チェックをしてみてください。基本的にはこれも明確な規定はないようです。聞いたことがありませんし、研修会でも触れられていない部分なので、多分グレーゾーンだと思われます。ですので、まあ、スパイクに関しては、注意点としてはですね、まあ、接着剤でアウトソールと、まあ、くっつけられているので、相当のこう、熱でですね、その接着剤が溶けちゃったりする場合があるんです。そうすると、その、靴がこうめくれる感じになって、こう、ペローンと剥がれることがあります。で、それをテーピングでぐるぐる巻きにして、着用させている方、まあ、そういう選手もあったんですけど、それは認められません。理由は危険だからです。それで、ベンチに戻って、ちゃんとした、その、いわゆる壊れていない、靴に変えてくださいと。それでないと出場はできませんよということを伝えて、まあ、返したりもします。ので、まあ、スパイクの点検、あと、ポイント、外側のアウトソールのポツポツの部分ですね。そのポイントが、使用頻度によってこう、随分削られてしまって、ツルツルになっている場合がありますので、それも、危険です。ブレーキが効かずに、自分でまあ、滑って転んでしまうと。で、転んだ弾みで相手の足に、その足裏が行ってしまうということもありますので、しっかりとこう、ブレーキを分けられるように、スパイクの、まあ、溝と言いましょうかですね。そこがちゃんとあるかどうかも確認をしていただきたいと。それまで含めて、確認をしてください。それとあと、まあ、プロ野球選手でよく見られるように、首にネックレスとかいろんなものを巻いてプレーしている、選手がいますけれども、サッカーにおいては、総スイングは基本禁止です。まあ、基本禁止と言いましょうか、禁止です。ので、用具チェックの段階でも、首周りですね。あと、まあ、長袖を着ているときであれば、まあ、手首とかもですね、目視で見ていただいて、着用していないことを確認してください。それと、あと、まあ、宗教上の理由で、まあ、特にイスラム圏の方々なんですけれども、まあ、女子ですね。女子の場合でしたら、髪を見せてはいけないような、そういう、まあ、ルールと言いましょうか、宗教上の理由があると思うので、ヘッドカバーをされる方がいます。で、それも、基本的には、まあ、黒色が主と、まあ、規定されておりますが、なかなか日本では、まあ、多分見られない光景だと思いますので、一応ヘッドカバーも許容はされていますということで、まあ、記憶に留めておいていただければと思っております。あと、まあ、点検で見落としてしまったと。で、試合中発見してしまったっていう場合なんですけれども、これはもう、まあ、審判団の落ち度でもありますので、一旦、まあ、ベンチに戻って、ちゃんとした装備で来てくださいということで、返すしかないんですけれども、まあ、その返し方というかタイミングも非常に難しいので、まあ、プレーが止まったところで、まあ、ベンチに返すっていうのが一番いいんです。ので、この辺の、まあ、タイミングを見計らって、用具の正しい装着を促してあげてください。それでですね、またまた最近その、動きの、なんて言うんでしょうね、こう、選手のパフォーマンスを数値化するという意味で、いろんな機器を装着する、まあ、ことが、まあ、許されてしまっています。競技規則の中でも、
まあ、運動のその機器ですね。その機器を装着することに関しても、まあ、一応認められています。専門用語として言いますと、電子的パフォーマンストラッキングシステム。略すると EPTS というものなんですけれども、まあ、選手の動き、心拍数やら、走行距離とかですね、いろいろ測る、機械なんですけれども、それをですね、まあ、基本的には、背中に背負う形で、装着してもらいます。胸ですとトラップした時に、ボールとぶつかって、まあ、機器も壊れますし、自分の体をも、まあ、損傷が、まあ、出てしまうこともありますので、まあ、できるだけ背中の方に取り付けてもらうという場合が一般です。これも危険性のないものを用いていただきたいということで、なかなかこうユニフォーム着てからのチェックは難しいですけれども、まあ、基本的にはそういうことでお願いいたします。で、審判員はですね、先ほども申しましたように、試合前、そして交代の時には必ず交代要員の用具を点検してください。雑に点検することなく、しっかりと、上から下まで点検をして、チームの方で早く入れてくれよっていうのがあったとしても、第4の審判員はですね、それを跳ねつけて、一つ一つ点検をして安全を確認した上で、フィールドに送り出すということを念頭に置いてください。そうでもないと、また、警察がですね、余計なカードを出す可能性も出てきます。で、もし試合中ですね、身につけてはいけないものを発見してしまったという場合なんですけれども、主審また副審ですね、見つけた場合は、この用具を外してくださいと。例えばネックレスとか、まあ、最近では磁気ネックレスですね、いろんな健康上の理由とかでつけるものですね。それを外さずに試合に臨んだという場合もあります。それを外してくださいということで、一旦まあ、外に出てもらうという場合があります。で、その後、外したよと、ちゃんと直しましたよということで、まあ、フィールドに戻ってきたと。で、そこで、再度また身につけてるっていう場合には、まあ、イエローカードの対象になってしまいます。また外すことを拒否した場合とかですね、そういった場合も、イエローカード、警告の対象になりますので、しっかりと、再入場復帰ですね、させる場合には、用具の点検をしてくださいということですね。やはりプレーとは関係のないことで、カードを1枚増やすというのはなかなか、気持ちとしてもあんまりこう、良くないですので、そういったものを未然に審判には防いであげると、プレーの中で良くない行為をした場合には、それは認められない行為で、相手チームにも、怪我をさせますので、やめましょうというカードは出すのはいいと思うんですけれども、自分たちのその点検、な不足と言いましょうかですね。警告になるようなことがないように、また副審に関しても、帯同の副審になると、やはりその点が非常に弱い部分ですので、しっかり打ち合わせの段階で、これこれの用具を見てくださいで、わからない装着、装着リングについては、主審に言って確認をしてくださいというふうに伝えて、遺漏のないように、していってほしいんですね。で、残り2分今半日での瞬発す。が木曜日なんですけれども、いよいよ明日、女子ワールドカップ、なでしこジャパン、いよいよベスト4をかけて、スウェーデンと対戦します。非常に楽しみな試合です。なんとアメリカが、まあ、負けてしまったということもあって、非常に2011年の可能性が、だいぶ出てきました。ドイツも予選で負けてしまいましたので、本当に日本の女子のパスワークがうまくはまれば、より良い結果になるのではないかと期待をして、私の場合は録画をしたものを見て、一喜一憂したいと考えております。一応本日は、競技者の用具について、見ていきました。次回がですね、第5条の主審に関して、これもちょっと膨大な量ですので、もしかすると2回か3回かに分けられていくのではないかとも考えておりますので、まあ、シンプルに、できるだけお話をしたいと
を考えております。で、また、今年の改正に関してもですね、先日研修会で話もありましたので、そこもまた、再度簡単にですね、触れてまいりたいと考えております。では、本日は以上で終了といたします。ありがとうございました。です。では、レコーディングも終了します。